ナナハちゃんの方目覚ましなってんねんけど、どうしたらいい？ナナハちゃん気づくかな？てかめっちゃ早起きしてもてんけど、香川楽しみすぎて腹減ったし、うどん食べたし、目覚まし気づけゆーちゃん。ナナハの方目覚まし止めてきたってよ。猫が餌じゃないかと思って走る、そして寝る、もう一回寝る。朝から心マンチャンネル見てました。暇さえあれば心マンチャンネル。皆さんは朝から何しますか？起きたら一番にね、ツイッターとかを確認します。携帯依存症かっていうぐらいツイッターとかインスタグラムの DM を確認します。朝になったらね、だいたい 5,6 件ぐらい DM が来てたりします。それにねお返事したら結構喜んでもらえたりします。今日なんかすっごい怖い夢見てさ、あとナナハの体調が大丈夫かなとか思い言ったら、こう休みの日に早起きってさ、小学生かよ。今日みーちゃんに会えるで。はじめましてよ。ショーテオー。猫ちゃんたちのご飯ですよ。はい、朝やで。お出かけするよ。こたつあったかいよ。行って。おはよう、おはよう。こたつあったかいから向こう行って。ナナハちゃん。おはよう。うどん食べに行くで。ほら、どっか行っちゃったかも。早く行かな、間に合わん。7時25分。オフなんでね、朝から楽しんでいきたいと思います。オフで撮影するの気のせい。このカメラは気にしなくて結構。オフをお楽しみください。このカメラは私が勝手にこうやって持ってるだけなんで楽しんでください。はい、その24時間をね密着させていただきます。明日の朝までです。今日はもう完全オフの1日を密着してくれる。そうです、もうだから面白いことがあれば勝手に私がカメラ回すんで気にしないでください。勝手に回しとくんで。もうだらけてますこちら。じゃあ出発しましょう。今日はうどんを食べに行きます。明石海峡大橋。みんなおはよう。おはよう。今日はオフだで。オフだで。オフの一日を撮っております。楽しみます。淡路に渡ってどこに行くかと申しました。香川県に行きます。はい、淡路をぶっ、何ぶっ通り越して、ぶっ通り越す。ここ淡路海峡橋やけど。淡路海峡橋、明石海峡橋。あ、鳴門大橋も渡るんや。香川に行く。うん、じゃあさ、パパが会われたとこやから、パパのお父さんお母さんおるで。パパのお父さんお母さん会えるかなって。ちょっとさ、ほんで暇やねんけど、あとなんかしよう。ゲームかなんかしよう。りゅうちゃんの携帯グラフィック綺麗ねんから、りゅうちゃんの携帯貸してよ。嫌そうに貸すな。あ、観覧車ある。プレイかな。有機EL 使った方が綺麗な。有機EL？ やばいな。私たちがね、オフで使っている携帯でございます。もう手出とんから。俺使ってみ、うん、世界変わるから。ダリハニーダリーマミーさんどうだベイベー。映え写真撮るとき携帯貸してな。イエーイ。なんかリュウちゃんが腕につけとそれと連動しとんやろ。5000万画素数ってさ、どれぐらいなん？綺麗。私もセカンドで買おうかな。違うよ、写真写真。あ、ビューティーなフィルターがある。うまや、絶好。え、っていうかこれカメラ通して見てないみたいな。目的地に向かいましょう。写真撮ろうな。なるとおしやね。まあ、あ、眠たい眠たい。写真ノーマルでも綺麗から。今水しはないから。こっからや、こっから、こっから。石清水神社縁結びにいいらしいよ。お、津田の松原道の駅に来ました。耳ね、映えてるで。映えてる、映えてる。めっちゃゆっくりや。めっちゃめっちゃゆっくり。後ろ後ろ来よるで。本気で願い事しに行くか。行ってこい。願い星。ひらがなが書けますようにって言った。あ、もう叶ってるそれ。今116。めっちゃ上がってる。下げてる、下げてる。めっちゃ上がってる。下げてるわ。これ以上進めんな。寒い。それともこのこっち？あー、これがいいな。かまど、なんでかまど買わんの？かまどバレうまいから。うどん、うどん、うどん、なんでめっちゃ写真撮ったで。もうちょっと
何サークル用これサークル上げるよとかね、ちょっと着いたよ、源内さんに着いたよ。何この人、源内さん、ちょくじゃきと踊りに行ったんやけど、あの子手打ちうどんの源内さんに来ました。桜も咲いておりますよ。あ、乱れ桜や、しだれちゃんどっちやろ、分からへん。くじゃく誰だ、ビールあるで。ビールおほほ言わんといて。今日はオフなんでね、飲んでいいですよ。めっちゃなんかオフじゃなくても飲んでるんですけどね。あ、そうですね、そうですね。上のあれがすごい可愛い。香川のうどん何を食べたらいいですか。まあ、とりあえずかけでしょ。かけ、うん、これが美味しそう。そうなんや、そうなんや、酢味噌やろ。え、乾杯ですね。はい、おつ乾杯。何自分だけ召してるか。なんか、その酢はちょっと舐めたわ。辛い、美味しい。うん、辛すぎた、赤事故かで。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。おばさん食べてくる。うどんが飛んできた。おい、やめろ。これ一口目やねんけど。飛んでった。これ見て。うどんがこんなに美味しそうに感じるときある？うん、人見てみる。15分って言おうかな。めっちゃ早かったな。寒いって言いながらざるを食べて。腰がある。おいしい。うん。あ、ビールと合う。熱い。あ、もう、口の中いっぱいになりました。おう、もう飲み込んどうもな、うどんの最後1センチがチュルンって入った時にはもう飲み込んどうも。汁うま、汁めっちゃ美味しい、めっちゃ濃い。うん、もう慣れて。ごちそうさまです。ごちそうさまでした、はい、ごちそうさまでした。マイナスイオンだわここ、うん、いやちょっと俺のお尻だ急ごうか、急げ。 500m やからミミネの家の往復3回ぐらい。あ、しんどいんだそれはい、運転時合ってる、運転時、運転時、じゃあ私そっち向かへんからよろしく。鬼だ。トイレあった？トイレ行ってこ。あっち向いとうとかいう問題じゃなくて、いや、おるやん、いっぱい見たらわかるやん。めっちゃおる。40体ぐらいおるわ。おははそれで行くしかない。あ、キモいぐらいおる。下にも真ん中にも上にもおるで。ほら、そこ歩いてきおるって、みんなこうやって歩いて連れて行ったんですか。目つぶるから完全連れて行ってくれる、うん、連れて行ってあげる。りゅうちゃん、りゅうちゃん生還した。お疲れ。生き延びた。ならこっち向いて。あ、いや、向こう向きがいいね、かわいい。向こう向きがかわいい。いいやん。とわさってから行こうか。うん、いろんな、ほら、ああいうベンチかわいいな。怖いな、これは怖いわ。めっちゃ怖すぎる。うわ、心臓がつくやつ。取れた。あ、それがいい、それがいい、それがいい。空よ。はい、お姉さん、ちゃんと空を仰いで。あ、いいやいいや、今のいいよ。5、4、3、2、1。いや、すごい。確認しよう。びっくりした。お腹痛いのに何しとんと思う。しょうがないよ。なんてなんてなんて。見てもたの、そっちを。行きな。こっちわざわざ通ってきて。でもな。あれ、ほんまやな。こっちからすぐに行けとって。なに。ちょっと下向くから連れてってもらっていい。はい、あの頭見えただけで赤は。わざこれメイン編集するとき大丈夫？え、大丈夫全然。こっち行って。そう。こっちでよかって、こっちで、こっちでもで、はい。叫ぼうと思って叫んどんかん。見えたらなぜか声が出るで。
みんな人見たらあかんねん、こっち見たらあかんねん。あ、見へん。オッケー、オッケー。女は心が頼りになるわ。なんでやねん。寄るとこないですか？もう帰る方向に向かいますよ。え、ダメ。今日はオフだから。いや、帰ってあのゲームの準備もしなあかんの。え、だから帰る方向に向かって晩ご飯食べて帰ろうよ。え、行くは行くけど、私食べへんと思うで。あの、ごめん、ほんまにダイエットしとんねん。ほんまにダイエットしとんねん。もうな、いつもこうやってお出かけ来たら美味しいものいっぱい食べてまうやろ。それでな、リバウンド来てるから、もうほんまに自分をこう鍛え上げないといけないわけ。じゃあ、とりあえず帰る方向に向かいましょう。はい、いいうどん屋さんあったら、りゅうちゃん教えてください。吉野川ハイウェイオアシス。気持ちあったかいな。あったかい。だってさっき標高が900メーターやったから、うん、ただいま、オフの日楽しんでます。猫ちゃんただいま。プレミア公開見てるんで、プレミア公開見てきます。オフの日なのに洗濯大変ですね。というわけで今回はオフの日に1日密着してますが、はい、私たちがねプライベートとか撮影で使ってる携帯がこちら、レドミのノート11。連動して私が今こうつけてるこの時計ですね。ずるいじゃん。3点セット。これが3点セットやな、基本的には、うん、それさ、めっちゃイヤホン音良かったんけどさ、あと時計がさ、なんかよく喋りよったけど、なんなん。びっくりした。あのさ、ずっと運転しとったんやんか、うん、ならいきなり体を動かしてくださいっていう文字が現れてブルーって増えて、ああそうや、俺運転中やと。でもそう、気使ってくれるのはいいよな。なんか休憩しようってなったもん。ディスプレイ、デュアルスピーカー、そう、有機EL の画面、有機EL画面とスピーカー2つあるっていう、デュアルスピーカー、うん、らしいね。だからめっちゃ綺麗な本体だけでもめっちゃ音いいっていう。ノイズキャンセリングついてるから、そのシリコンのやつなんや。5分の充電で2時間接続可能やって。やば。私の携帯の充電これどうなん。あんだけ使っとったけど。見て今何歩あるか。73%。そう。全然減ってない。5000ミリあるんかな。一応バッテリー容量が、うん、で、丸1日使っても全然持つと思うねん。今日だってリュウちゃんがいつも使っとるよりもめっちゃ使ったよな、うん、私らがな。急速充電対応やねんって。そうなんや。すごいな。あ、10分の充電。何を持ってくんねん。画質見た。5000万画素。えぐい。クワッドカメラで、うん、しかも超広角カメラ、マクロカメラ、深度カメラ、夜景モード、万華鏡モード、いろいろあるねん。だからここいっぱいついとんや。あ、そうか。だからか。こうめっちゃついてんねんカメラ。そう。これ33W 出るこの充電が急速やから、バーリ早い。もうほんまに子供さんに携帯を持たしたいって思ってる方めっちゃおすすめやから、概要欄見て。ガジェット好きなリュウちゃん、健康を一歩一歩つけないと。だから万歩計、まあ今6000歩歩いてるわけ俺ね。そうで、昨日の睡眠時間俺5時間半、うん、何時に寝てとかで、しかもこのめちゃあれなの、詳しく書いとんよ。ノンレム睡眠。えー、すごい。リュウちゃんがドキドキした回数が、リュウちゃんがドキドキした回数が出てる。ちょっと重たいけど普通の男物の時計ぐらいと思う。これ S1 なんやけど、S1 アクティブっていうのも出とって、持ってん？ほんで持ってん？もうちょっと軽量化されてるの。軽い。やろ？これやったら結構女性でもつけれるんかなと、うん、いいやん。しかも白黒でお揃いにできるやん。携帯がな、67製造プロセスチップが入っとって、サクサク動くねん。これぐらいの。で1秒に何個もありますよ、うん、ああるな、うん、のが60なんやけど、この携帯は 90Hz まで対応してるから、うん、違うな。早い。早いわ。滑らかやもん、うん、滑らか。というわけでございます。本日オフの日なんでね、それを使ってね、うん、今日も睡眠時間りゅうちゃん測るんですけど、今日はね明日の朝まで撮影しますんで、はい、まあ今から予定がありますんでね、うん、それをやっていきましょう。やばい、生配信だ。え、じゃあオフやで。オフの生配信やから、ちょっとじゃないよ。はい、準備。はい、はい、終わりました。なんと、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 YouTuber カスタムマッチ大会、びっくりしましたね。おめでとう。ほんで、最後の夫婦デュオ、めっちゃ面白かった。生配信ご視聴ありがとうございました。はい、じゃあオフなんでね、今からご飯行きます。オフの日、お疲れ様。おいおい、皆さん、乾杯ですよ。乾杯。乾杯。いや、てか、すごくない？あれで、睡眠の時間わかるって。真っ暗です。お疲れさんです。もうあとはあの寝るだけなんで、りゅうちゃん最後にあの心拍数測って明日の朝エンディング撮って終わりです。
寝ます。つけっぱなしで寝ます。はい、いや本当はね、あの前も言ったけど城南バッティングセンターみたいなのね行きたかったけど、ちょっと時間的にも日帰りということで、やったり僕のね雲田寺結構近かったんで、僕の母校高校かな、同じ市内ですね、観音寺市にある高校なんで、はい、まあ回りたかったかな。まあコロナ禍の中でどれぐらいこう動けるかとかっていうのはわからないんですけどね、まあイベントもしつつ、まあ地元にもちょいちょい帰りつつって感じで、うどん食いたいね。うん、まあまあまあ、はい、明日の朝こいつね、あの睡眠時間とか見て動画終わりかな。まあオフのね一日でした。おやすみ。おはようございます。寝起きや。あ、浅い眠りが 4時間31分で、深い眠りは1時間半。もっと早寝よ。おんねんここに。1時間か2時間ぐらいここでゴロ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 。分かった。一日オフの密着でした。猫喧嘩しない携帯が気になった方は概要欄から見てみてください。今日はバリバリ編集の日です。一日頑張るぞ。充電全然ある。すごっ。でこっちも 65%、はい、ご飯行きましょう。